8グランドオーダーカルデアラジオ局。お待たせしました。それではここからは本日のゲストさんと一緒に進めていきたいと思います。ゲストはこの方です。アイリスフィールフォンアインツベルン役の大原さやかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。耳が幸せ、耳がすごく幸せ。いや、直のイヤホンで聞いてる私たちなんて得なんだろうっていう、ちょっと涙が出ちゃうほどなんですけど、嬉しいです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかこう動画付きのラジオの出演って結構珍しいのでは、うん、珍しいですね。私カメラがね、はい、すごく苦手なのだから見ないねじゃあこっちで変顔とかしてますか。そんなこと、いやもうそんなことで尺を使わないで。じゃあもうせっかくなのでお話の方をいっぱいしていきたいなと思ってるんですけれども、はいはい、この番組自体はですね、うん、あの FGO っていうそのアプリゲームではあるんですけど、はい、フェイトのこと全般をいろいろお話ししているの で、ね、はい、ちょっとここからは FGO に関するちょっとフェイトアクセルゼロオーダーもあったので、うんうん、ちょっと聞いていきたいなって、聞いていきたいなっていう感じでして、はい、嬉しい、はい、まあでもそんなあのお話をこうさせていただいている私たちとのご関係といいますか、そうです、ね、実は私共演があの結構ちょこちょこね、そうなんです、ご一緒させていただいて、お母さん役が結構多かったりして、私がちょっと、はい、小さい男の子をやってる番組でこうお母様をやっていただいたりとか、そうだね、めちゃめちゃ育ちがいいでしょ、うん、私素晴らしい本当に素敵、羨ましいでしょ、超羨ましいありがとう力入ってる、いいな、すっごい羨ましいです。私あの初めましてで、初めまして、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。見た目お人形さんみたいな、すごい感じだけど、スイッチが入るとすごいね。もう楽しい。もう早い。見極めてる。褒めてる褒めてる。方です。すごい見極めてもらうのがめちゃめちゃ早かった。はい、さすがですね。ありがたい。じゃあもう包み隠さず聞きたいこといっぱい聞いていきましょう。行きましょう。じゃあまずは FGO の中で大原さんがこう演じてくださったサーヴァント、うん、サーヴァントといえば、はい、こちらならね、ちょっとご紹介させてください、はい、どうぞ。はい、はい、出ました、アイリスフィール、そうなんですよ。本当これはびっくりしましたね、私が当時、うんうん、そうですよね、はい、まさか、まあ、サーヴァントって言っていいのかっていう、ちょっとね微妙なところも、はい、アイリ的にはあるんですけどそうそう、なんかこの間のその今 FGO のゲーム内で復刻版としてやっていたんですけど、うん、はい、復刻版ということはつまり2年前の収録ってことなんですよね、うん、そうなんだね、もう前になりますけど、2年前ですら前ですし、そうですね、そうそう、それこそアニメよりまた数年後ってことですもんね。そうですね、アニメ自体がもうなんか先ほどスタッフさんが調べてくださったら7年前とかになるらしいので、そうそう、でもなんか自分の中ではずっとこう近くにいる存在というか、全然そのなんだろうな、懐かしいっていう感じもあまりなく、あ、アイリねっていう感じで触れられたので、白髪もすんなりと、すんなりと、不思議なくらいすんなりとやれたのを覚えてます。しかもこのアイリが、はい、あの4人いて四元素アイリということで。いました。はい。火と水と土と風みたいな。そう、いろんなパターンやらせていただけたのが、すごい楽しかったです。うん、じゃあ、苦労はされなかったんですか、その収録の時とかって。全然苦労はなくて、うん、あの、むしろその、フェイトゼロの本編の方のアイリが、割とその、過酷な運命を、そうですね、背負ってましたね。背負ってる女性だったので、結構セリフもそんなにこう、まあ、明るいシーンももちろんあったんですけど、はい、どちらかというとシリアスめが多かった分、はい、なんかこっちでものすごい遊ばせてもらった感じがする。アイリが見れて、私、逆にここまでやっていいのみたいな。もうやっていいですよって感じだったんですか。どうぞどうぞって言われて、じゃあ、みたいな。じゃあ、現場の方でもスタッフさんからもうやっちゃってくださいみたいな。そうです、そうです。ノリノリでどうぞみたいな感じだったので。すごい嬉しい。嬉しい。だからちょっと不安だったんですね。そうだったんですね。やっぱり本編のアイリ絶対言わないみたいなこととかを言っていたので、受け入れてもらえるかしらっていう心配はあったんですけど、大丈夫でした？そういうはっちゃけたアイリを見て。確かに、やっぱりアイリってやっぱその本編の方でもどこかあのお茶目なところがあったりとか。そうですね、無邪気なね。そうなんですよ。やっぱそのお茶目で無邪気なところが、こう、ババーンと FGO で出てるのが、なんか良かったね。ありがとう。そう、そうだよね。そうなんです。お互いにもだえてて。それが
がすごく見ていて、やっぱゼロも私すごく好きで、作品も見させてもらっていたので、やっぱどこか愛理もなんかこういろいろ切り継ぐとかセイバーとかといろいろ会話してる中で、なんかもっと彼女のいろんなところ見てみたいなって思ってた部分もあったので、 FGO でこうして彼女をハイフサーバントとしてゲットすることもできましたし、セリフもいっぱい、こんな4原作そうね、それぞれね違うキャラクターで違うセリフで収録していただけたので幸せでした。ホーグボイスもちゃんと全部違って、そうなんです。そうなんです。天心アイリザンマイとかね。なんだそれって。もうやっぱその私もその彼女を倒すのはちょっと心苦しいんですけど、やっぱりそのゲージが溜まるまで待って彼女がホーグを受けてから倒すっていう。これはこじらせてる。そうなんですよ。いや気持ちわかります確かに。きっと多分わかる方たくさんいらっしゃると思うんですよ。多いと思います。ボイスを聞きたいっていう方がねいらっしゃったと思います。はい。やっぱりじゃあそのいろいろなその4パターンでの収録が印象的だったっていうお話もあったんですけど、改めてそのフェイトゼロをこう作られてきた時って、まずこのお話の、私ちょっとだいぶ重いなっていう印象を受けたんですけど、めちゃくちゃ重いでしょ。やっぱりやっぱ演じてる皆さんもひどいよね。ひどい話なのゼロって言っていいならやっぱひどかったですよ。本当に苦しかった。大原さんからひも引いていただきた力がますます、もう下道だらけだしまさにかわいそうな人たちしかいないんだけど、でも宇呂淵玄はやっぱり天才だなって一つ思いましたし、 あのアニメ化する前にね、もともとは小説なんですよ、宇呂淵さんが書いた、でそれをもう余すところなく音声化した CD が、ドラマ CD が実はありまして、普通なんかそのドラマ CD にするとかなると少しこう省略したりとか、そうですね、シーンの抜粋とかっていう印象がするんだけど、もうその時のドラマ CD は小説をそのまま再現っていう、だから撮る方も大変だったし、やる方ももちろん大変だったんですけど、それだけの熱量を込めて、その分ボリュームがすごかったです。すごいですよね。ご存知ですか？大丈夫、知ってます。全部です。当時大好きで、本当に嬉しいです。どっぷり、もうずっぷり沼に使ってました、ゼロの。今でもう、宇呂淵さんの世界に染まってましたね。ドロドロですよね。いやー、ドロドロでした。そう。で、そこからの、まあ、アニメ化だったので、まあ、ある程度私たちキャスト陣も覚悟を決めて臨めたっていうのは、一つありましたし、シナリオはこうなんて言うんでしょう、アニメの台本をいただくと同時に追っていくっていうよりかは、もう全体のその結末とかも全部知った上で、アニメではどうしても描ききれない細かいところも事前に私たち全部入っているので、もう心情とか全部全部全部踏まえた上で出せたっていう意味では幸せな作品だったんだなってすごく思いました。なかなかない ね, ね。でもその分だから辛くて辛くて苦しくて苦しくて、なんでこんなことさせるんだ、言わせるんだっていう、知ってることがあまりにも多かったりとか、多かったし ね、で愛理としてはもう刺されるわ、締め殺されるわ、本当もう撃たれるわ、娘撃たれるわ、ひどい、本当になんでこんな思いしなきゃいけないのっていうこと残念だったんだけど、でもやっぱり振り返ると不思議と、なんだろう、愛おしさで胸が苦しくなるような作品だったなっていうのも、泣いてる？泣いてます。いつもです、いつもゲストさんが話してください、もっと話してもらえるといいんです、大丈夫、無視してください、大丈夫です、大丈夫、私慣れちゃったんだな全然通常運転なんで気にせず、そうなんですよ、でも嬉しい気持ちが伝わってきて、そうなんです、だからなんかいい意味ですごくこう心に刻まれる、忘れられない作品だなって、忘れませんね、思いますね、見た側にもこんなに強く残ってると、やっぱりでも演者さんもそういう風に思っているとなんか受け取った側もすごい嬉しいというか、みんなそうだと思います。こうやっぱりドラマ CD からアニメってなった時って、現場の雰囲気ってどんな感じなんですか？なんか一つにゼロって、ベテランさんだらけ？そうですよね。なんですよね。で、私、かすみあやこちゃんと同い年なんですけど、むしろもうその二人が一番年下かぐらいの現場だったので、なんかある意味すごく安心感というか、もう先輩方の胸を借りるつもりでマイクに迎えたっていうのは、なんかすごいいい経験だった気がしますね。すごい
素敵な現場ですね。なんか現場でそのお芝居のすり合わせとか、うん、お芝居のお話とかで出たりするんですか、うん、役者さん同士で。なんかねそれももうドラマ仕入れの時点で通り過ぎてきたっていう感じがあったので、はい、意外と、そう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 なの。じゃあもう全然時間はそうかからずに、収録自体毎回ねもう2時間かからずにトントントンとアフレコ終わってた。すごい、記憶が本当になんか生の掛け合いというか、そうだ、ね、本当に勢いそのままにいけたっていう、うんうん、そうでした。それは知らなかったです。それを思うとドラマ CD ってちょっと大変でした。大変でしたね。そっちの方でじゃあだいぶそのいろいろ解釈とか、そうだね、言葉遣いもすごく難しかったりとか、確かに説明とかも多かったり、ドラマ CD だとさらに説明とかも、さらに一人で3枚喋るとかあったし、活字だらけみたいな。試されてるでしょ。まあ、確かにアイリーとかも特に多そうですよね。そうでしたね。アイリーは、うん、重要ですし、ね、そうですね、物語において、うん、すごい貴重な現場だった。だ振り返ってみてもこんなにこう密度の濃い現場はなかったかもって、うん、拭いて拭いて大丈夫、ね、ティッシュ抱えてるけど。ドラマ CD と一緒になんかそのアニメのお話も聞けて、うんうん、なんかそのアニメ単体で自分はその楽しんでしまったからこ そ, そ、ね、わドラマ CD の方で皆さんのやっぱこう軸が作られたんだなってちょっと今改めて感じちゃいました。よかったらぜひドラマ CD の方も、うん、あもう本当に聞いてみてください。聞いてほしいです。ぜひぜひ。ちょっとなんかみなみちゃんからこう、はい、アイリってどういうなんかこう見え方なのかとか、こういう質問があるとか、うそういう話聞きたいなと。でもやっぱり私はアイリがすごく可愛らしい女性に映っていて、私フェイトゼロのエンディングテーマのどんどんあの場面写がこう映っていく。最初やっぱりアイリがやっぱりキリツグに出会う前がすごく辛くて、でもキリツグに会ってちゃんと目に光も宿って少しずつ人間らしくなっていくっていう、あれ実は私が青木監督にリクエストしたんですよ。なんかそのアニメの時もやっぱりこう第1話からイリアが生まれたっていう、もう世にも幸せなシーンにして、世にもしあの不幸せな、もう自分の過去がじゃない未来が見えるっていう、もう幸せ、究極の幸せと究極の悲しみが同居した1話から始まっていた分、はい、その前の桐積と愛理のエピソードをぜひ知りたいですって言ったらエンディングにしてくださって、でもそれサプライズで全然聞いてなくて、オンエアで初めて知ったんですね。それで私も同じように泣いちゃって、はい、なんでサプライズ、そうなんです、感動しちゃいました。なんかそれがね、なんかこう、うん、後日談としてどこかのそのパッケージの特典とかではなく、うん、エンディングにっていう、エンディングでまず絵であって、うん、でさらにブルーレイかなかなかの特典で、はい、そうあのドラマ CD かもしてくださったので、そうなんです、熱すぎる。そうなの、だからなんかこう演じる側の心も救っていただけたっていう感じがあって、さすがあれに気づいてくださって、そうなんですよ。やっぱそのアイリーがね、こうそのやっぱりそのキリツクと出会ってから、またセイバーと出会って、うん、その二人でいいまま進んでいって、で、うん、でいろいろしていく中、イリアとの関係性とかも見ていく中 で、ね、なんか本当幸せに、なんで幸せにしたいのに、いい子だね、いい子なんです、まっすぐ純粋で、だからもう大好きなんです、その印象ばかりですね。ありがとうございます。そうだね、いやいい話すぎる、なんか嬉しい、ね、ちょっとメールの方もたくさんいただいてるみたいなの で、ね、ご紹介させていただきたい感じに、ね、なっちゃうね。私の方でご紹介させてください。マスターネームグリーズさんからいただきました。高橋さん、田中さん、そしてゲストの大原さん、こんばんは。こんばんは。大原さんが演じられたアイリスフィールは、うん、癖の強いフェイトシリーズの中でも特に癖の強いフェイトゼロに登場しましたね。そうだね。フェイトの中でもそうだね。キャラクターもかなりの癖者揃いでした。はい。そこで質問なのですが、うんうん、大原さんはフェイトシリーズで特にお気に入りのキャラクターっていますか？ぜひ教えていただきたいです。選べないよね。本当にそうなんですよ。なんかやっぱアイリーっていう立場からしたら、うん、はい、私の騎士様であるやっぱセイバーは外せないし、なあの愛おしい旦那様である桐継も外せないんだけど、はい、でもあれかな、あの秋尾さん演じられたライダーはやっぱりちょっともうドンピシャで、
胸が熱くなりましたね、イスカンダル王。現場でもやっぱりすごい熱かったんですか？熱か、うららららら、生で聞く、あの興奮がわかる。いや、画面を通してもすごかったので、現場はどんな感じだったんだろう。これも壁がビリビリビリって言うんじゃないかっていうぐらいの迫力だったし、やっぱその迫力と同時に涙もやっぱり出ちゃったし、素晴らしかったですよね、あのウェイバーとの絆も。そうですね、素晴らしかった。エリエちゃんはゼロの中で誰が好き？気になる。でも私ライダー陣営の戦いのシーンはやっぱり、あ、見ようと思ってやっぱこうブルーレイ再生したりするので、ライダー陣営の戦いをシーンとしてすごく好きなので、迫力ありますよね、やっぱりね、橋での戦いをやっぱり、あの、見てしまいます。私はいいですよね、なんかあのレイジュを使うところとか、やっぱりそのレイジュの使い道っていうのがすごくグッときて。本当ですよね、いろんな使い方をした人がいましたね、陣営によって。そこで本当にそんなにうわーっていうのもあったしね。ディラムと泣いちゃいます。その、あの騎士への騎士同士のね、誇りある戦い素晴らしくって、やっぱ最初にセイバー戦ったあのシーンも好きですし、一緒にそのキャスターを一緒に戦うシーンも好きなんですけど、やっぱり最後辛い。やっぱ大原さんも辛いなって思いますよ、ね、辛いですよ。あれはもうみんな非難合合でしたもん。あいつってあいつって。そうだったんですね、気持ちいい。現場の皆さんもそうだな、もちろんだよ。聞けて安心しました。そうよかったよ。なんかでも非人道的なことを、ね、作中でされると、やっぱこう自分らだけモヤモヤしてると思いきや、やっぱやってる皆さんもみんな気持ちは一緒。ありがとうございます。では続いて隣のペテルさんからです、はい、ありがとうございます。高橋さん、田中さん、ゲストの大原さやかさん、こんにちは。こんにちは。大原さんは今回が初のゲスト出演となりますが、はい、カルデアラジオ局の雰囲気はいかがでしょうか、うん、今回は泣いちゃいました。今回は大原さんがゲストということで、はい、ぜひ聞いてみたいことがあり、メールさせていただきました、うん、でしょう。大原さんは今回のゼロコラボで、はい、アイリスフィール天の衣の他にも、四大元素愛理の声も担当されていましたが、はい、土、火、風、水、通常と、それぞれの愛理に変化をつけるために気をつけたことなどはありますか、あればぜひお聞かせください。ちなみに僕は風愛理がホーグ発動時に言うあのセリフがとても印象に残りました、ということで、ちょっとアイリザリッパーのセリフがここにあるんですけど、ちょっと聞かせていただいてもいいですか、はい、きます。マネコホーグアイリザリッパー。恥ずかしい。すごい、ありがとうございます。何度も聞いた。ありがとうございます。嬉しいです。みんなそのリちゃん、リちゃん大丈夫、声にならない、大丈夫、ラジオなのに声にならない。熱くなっちゃった。すいません、それぞれね、あの性格が違って、はい、火はまあこう力強い感じで前向きな人 で、ね、水がすごいクールで、はい、土がなんだろうな、ちょっと自己評価低いタイプ、ちょっとおどおどとした感じ で、 感じ で、 す、ね、で風がもうなんだろう、突き抜けちゃってる感じ、はい、可愛かった。そうなんですよね。それも指示があったんですか、こういう方向でっていうのって。そうですね、一応あったのと、やっぱりそのセリフにすごく特徴があったので、ね、特に風は、まあ、あの倒されて退却する時のあのなんだっけ、そう、私はアイリスフィールの中でも一番の小物と言いつつ、風のアイリちゃんは消えるのであったみたいな。アイリどうしたっていう。もうスキップしないです、もう私スキップしないです、もう。あった、長いけど可愛い。すごい長いな、倒されてるのにっていうのが、倒せたセリフにしてはだいぶ他サーマントと比べると、お茶目なんです。嬉しかったですね。興奮してしまいました。サーバントでもないし、あの本編でも正式なマスターでもなかった分、そうこの FGO で、まあ、復活させていただいて、少しでもこうセリフが言えるっていうのは幸せです。願わくばもっと喋りたい。
聞きました。お願いします。私たちも嬉しい。ね、そう思うと本当にでもオジオっていうその作品の幅が広くて本当に嬉しいなというか。びっくりしました。こういう形で本当にいろんなサーバントと出会えるのが嬉しいです。はい、じゃあ続きまして、はい、ラジオネーム中二中年さんからいただきました。ありがとうございます。リーリーみなみ、そしてゲストの大原さやかさん、こんばんは。こんばんは。大原さんの演じられている愛理にもなぜか振袖、袴、薙刀という特殊なバージョンがありますが、個人的には中の人である大原さん自身は声優アワードの授賞式などでも着こなされているように、業界切手の正統派和装美人の素養を持った声優さんという印象があります。そんな和装の似合う大原さんから見て、和装してほしい、和装を見てみたいサーバントがいるのかお聞きしたいです。目の前にも一人ちょっと和装超大好きな子がいるので盛り上がってもらえれば何よりですということで。あ、なるほど。確かになんかもうセイバーもやっぱ似合いそうだし、もうみんな似合う。そうだよね。ですけど、どの子が見たいとか、誰に一番着せたいか。そうですね。みなみちゃんどう？私ですか、でもやっぱりそのセイバーももちろんそうなんですけど、なんか日本のサーバントとかではない海外のサーバントたちが着てるっていうのがまたいいなと思って、ま、でそう考えると、誰かな、いっぱい出てきちゃった。一人一人。じゃあいいよ、3人くらいでもいいよ。でもやっぱり結構ゼロのサーバントでみんな結構いろんな媒体さんで着てるんですよね。そうだね。それがすごい当時ありがたくって嬉しいなって思ってた記憶。そうか、衣装チェンジは結構いろんな媒体に似合ってるかな。私はそのイリアとそれクリツグに清掃してもらって、みんなでなんかこう、なんだろう、お正月にみんなでみんなで初詣してほしい、行ったり、イリアにこのモフモフつけてほしい、お揃いの着たりとかして記念写真を撮りたい、幸せの写真を写真でいいんですよ、写真だけでいいんですよ、もうその写真一つが泣かないで幸せに弱い幸せになってるそういう気持ちになるよね、やっぱりね、ゼロを知ってると。あ、いいですね、初詣もいいですけど、イリアの七五三とか七五三、もう口の周りベタベタにしてって拭いてあげたいどうしよう幸せな家族幸せすぎるそういう番外編もね、後々作っていただきたいなと思っております。諦めておりません。諦めない、はい、諦めない心、いける、いや、なんか冷蔵とか冷蔵でもいい、ぜひ、なんかこう和装を単体で見るっていう良さももちろんありますけど、誰と誰と誰と誰の和装が見たいというか、この組み合わせによってやっぱりいいかも、そこに幸せが生まれるんですよね。いや、もうその通りでございます。素晴らしいハマっちゃった。ありがとうございます。すごいカルデアラ塾の雰囲気に馴染んでいただけて私嬉しい。嬉しい、本当にたくさん素敵な貴重なお話聞けました。お話聞いていきたいんですけれども、はいはい、この後もちょっと引き続き大原さんに最後までお付き合いいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。フェイトグランドオーダーカルデアラジオ局、この番組はフェイトグランドオーダーの提供でお送りしました。フェイトグランドオーダーカルデアラジオ局、あっという間にお別れのお時間です。目が赤い私幸せが多かった、幸せが多かったです。はい、この番組では皆様からのお手紙メール募集してます。コーナー宛から私たちの質問まで何でも OK です。どんなことでも送ってください。おはがきの宛先は郵便番号 105-8002 文化放送フェイトグランドオーダーカルデアラジオ局それぞれの係までです。メールアドレスは fgo@joqr.net fgo@joqr.net です。コーナーはラジオの公式ページにも掲載されてます。ぜひそちらをチェックしてください。また番組公式ツイッターもあります。アカウントは fgojoqr です。放送後の私たちの写真なども掲載しますので、こちらもフォローよろしくお願いします。
そして今日の放送のアーカイブ版が次の日曜日にアップされます。こちらもお楽しみくださいね。視聴方法など詳しくは番組ツイッターをご確認ください。そして次回の超 A&G プラス版の放送は9月28日。イベントの感想などメールもお待ちしてます。はい、ということで大原さん改めて今日はありがとうございました。ありがとうございました。本当にもういろいろな、はい、なんか幸せな話を聞けて本当に嬉しかったです。でも話足りない。ぜひぜひ遊びに来てください。嬉しい。もうね、なんか概念連想とかも本当いろいろあって、うん、ちょっとね、実はね、とかも出てたりとか、あ、出していいんですか？お、じゃあこういうミリアと、たりとか、いや次またじゃあ概念連想が次まだ実装されたタイミングで来ていただくとか、うん、ぜひ呼んでください。おお、かっこいい、切り継ぐ。います。ありがとうございます。はい、もうぜひ、うん、見てくださった皆様にちょっと一言いただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、そうですね、なんか久しぶりにゼロの話をできて、うん、なんかすごく胸が熱くなりましたし、なんかあの本もドラマ CD もアニメもそれぞれその世界観が違うと思いますので、はい、楽しんでいただきたいと思いますし、はい、FGO 引き続き皆さん楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それではまた次回お会いいたしましょう。ここまでのお相手は高橋理恵と田中みな実とゲストの大原沙耶香でした。バイバーイ。